江東区在住芸人猫ひろしの気晴らんラジオ。時刻は21時をいつもよりも多く回りきっております。私が何ですか？待ってますよ。本番中なんだよ。なんだよ。どうも、初っ端から怒っております。私が怒りんぼ猫ひろしです。よろしくお願いいたします。怒っちゃうぞ。あ、どうもすいませんぷんぷん。はい、そんなあなたは誰ですか？はい、はい、私、御年47歳、はい、怒らりんぼダンス。気合だ気合だアニマルさんモノマネの吉江つねおでございます。はい、そしてですね、今日はですね、あのいつも横にいます、はい、チェリー吉武さんがですね、何ですか？はい、あの出稼ぎのためね、鳥取に。あら、またですか？はい、あらま、行ってますので、今日はその代わりにと言っちゃうんですけども、すごいですよ、あなたの名前は。はい、うん、どうも、人体を売買している魔法使い太郎ちゃんでございます。チャラーン太郎さん、はい、ディレクターさんの顔見よう。ああ、もっちちゃんがね、はい、どうも、大木ボンドです。お、いいね。バイバイしてるって。びっくりしましたね。はい、いきなり最初からそんななんか可愛い格好して。そうなんですよ、いきなりそんなブラックなこと言うから。もう黒魔法なんです、僕はもう。はい、どうしたらいいんでしょう、僕は。僕はどうしたらいいんでしょうか。太郎さんがバイバイしてください。うまい、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 マグロラールド。おい、おバカにしてバカにしてないよ。散らばりすぎだから。はい、はい、ちょっと見てみよう、見ましょう。はい、いいですか。はい、ということでハウスということでやらせていただきたいと思いますけども、今日はですね、この後のゲストさんもいらっしゃいますから、そうですね、サクサクっといきたいんですけども、台風はちなみに大丈夫でしたか？あ、おかげさまで、まあ、大丈夫でしたね。結構都内の方は大丈夫ですよね。あ、そう、あの僕は江東区なんですけど、そんなにで、僕はあの少し夕方ぐらい走れましたからね。あ、そうなんですか。あ、うん、夕方？そう、10キロ。マジですか。まあなんかこうちょっと川とかこう見に行くついでにバーって走ってたんですけど、まあ心配者ね、うん、木場公園、僕ともう一人しか走ってなかった、うん、はい、あとあのホームレスの方がですね、はい、の橋の下で、あの雨宿りしてましたね。大変だね。でも台風の日はさすがに外出たら大丈夫だね。だから風がちょうどこう弱まってるとか、うん、結構でもね、あの竜巻が起こったでしょ、うん、はいはい、ね、ちょっとね、あ、1名ちょっとお亡くなりになられて、まあ、そうなんです、あれ ね、 ね、うちの本当実家の真裏なんですよ、500メートル圏内。へえ、そう、そこで起こったんですよ、1週間前ね。あれすごい大変ですよ。で、千葉地震も来たし、そう、そうですよね。そう、え、うなぎは大丈夫だったんですか？うなぎ屋さん、そこそこそこ、うなぎ屋さんの、そうそう、あの僕のね、の友達に、ね、あの、はい、この間あのマラソンでオリンピック獲得した中村翔吾選手っていうんですけど、それとあの同姓同名の中村翔吾選手、うなぎ屋のせがれがいるんですね。はいはい、なぜか分かんないけど、あのフィリピンによく行く友達が、まあまあ有名なうなぎ屋さんですもんね。そうです、そうです、はい、ただ、そう、ただフィリピンによく行くなんか、なんかやらしいな、やらしい顔していく友達がいるんですけど、はいはい、あのそこのだから駐車場すごい持ってる、やっぱ有名なうなぎ屋さんだから駐車場ね、うん、田舎だからたくさんあるんですけど、その1個の駐車場で菊祭りっていうのをやってるんだけど、いつもそこの菊祭りの会場が竜巻で、え、まい、そう、あらまあ、で、うちの実家の方もそこから500メートルくらいなんだけど、だから、まあ、一昨日ようやく停電が終わって、あ、まだ、え、停電だったんですね、ずっと停電になりました。大打撃や、だからね、あの本当に皆さんね、聞いてる人も、まあね、まあまあ本当に大変な人は聞けないかもしれないですけど、ね、うん、はい、ね、あのちょっとまだまだね、気をつけて、ちょっと気をつけてね、まだまだお金ですからね、台風は、うん、天変地は、群馬の方は大丈夫だったんですか？あ、群馬、あ、だけどちょっとあのうちの方は前橋ところで、はい、うん、大丈夫だったんですけど、結構山の方は結構ね、土砂崩れとかなんかちょっとあったみたいで、うん、まあ被害大変でしたね、うん、そうですか。はい、そうでございます。いやだけど、まあ本当に大変な方いらっしゃいます。あの前ちょっと待って、あの吉田さん、はい、台風の結構真面目な話してるときに、なんか、はい、なんかボケなきゃいけないみたいな、別にそんな振ってないですから ね、 いやね、今最後なんか言葉尻な加トちゃんみたいな言い方でしたでしょ。ちょっとっ別にそんなの望んでない。あの台風にも少し笑顔を持ってる、ね、すごいんですよ、あのね、一回あのワーランボで、はい、僕たちの先輩で、あの作家の、はい、勝江さんという方がいらっしゃったんですよ、ね、はい、でもね、お世話になりました。4年、3年前にね、ちょっと癌で亡くなっちゃったんですよ、はいはい、ちょっと、はい、ね、作家の方、うん、僕はラジオ、ね、
東京 FM でやってる時もすごいお世話になってて、はい、でちょうど僕オリンピック終わった後3週間後ぐらいに亡くなってギリギリ間に合って葬式行って、うん、で行って、まあね、あの最後のお別れもできたんですけども、はい、で吉江さんもね我がクビになってるんですけど、はい、結構この人律儀ですからクビになってるにもかかわらず来たんですよ。呼んでもないのにでしかもすごいのがきちんと遅刻してくるんですよ。そう、迷いましたね道をね、うるすけよ本当お葬式遅刻してきてでね吉江さんをクビにしたうちの社長が、はい、ね、あのその最後ねこうお別れするときに照れくさい、まあね、なんかじゃなんていうんだろうちょっとこう、まあ、入れないから、うんうん、先にエレベーターで降りようと思ってチンって開いたらこの男がいたんですよ吉江さんが。さすがに社長もちょっとその時こうなんか笑っててお前来てくれたんだなみたいな。でば最後ね最後その勝江さんとお別れするときにね棺桶の中に、ね、いますから勝江さんが寝てるから、はい、こうやっててみんなそこでね最後のお別れするんですけどそしたらマネージャーさんがね、あ、吉江ちゃんありがとうね、このほら勝江ちゃん最後見てやってって言ったら、はいはい、吉江さんどうしたと思いますよ。わってね、勝江さんの、ね、ご遺体見たときにわーってリアクションつけてこうやってやったんですよ、わーって顔を見てみたら、で僕のこうやってやった後に、はい、僕の方チラッて見たんですよどうですかみたいな、いやっていや、あれそれ別にわざとやってるわけじゃないんですよなんですけど、はい、本当に記憶にございますから記憶にございます。さっきも別に悪気があってね、その変な思ってたから、はい、別にそんな望んでないんですか。ちょっとそう何か良くですね。わーってやって、バカ野郎って言ってで、ちょっとでもそこがちょっと仲良くなってよかったんですけど、はい、でその後下に行って、ご遺族の方がみんなでこう、ね、はい、最後車でバーって行くじゃないですか、霊柩車で、はい、その時こうやって下でね、俺ら実際に行ったんだよね。いましたね、はい、したらね、ほら久々に会うから、事務所の芸人さんとかに、はいはいはい、久しぶりって劇団員の人とかに、はいはい、あ、ね、本当ね、みんなね、あの健康には気をつけないと、健康には気をつけないとって言ってね、それあの遺族の方にも言ってたんだよ。ダメですよ、遺族の方にそういうこと。病気ですね。まあでも、ね、すごい怖い人なんですよ。いやだからあの別にあの、はい、真面目な話するときは、はい、吉田さん真面目な話できないから。あ、難しいですね。あの普通に大丈夫ですか。わかりました。深呼吸。はい、すいません。深呼吸。もちろん。はい、すいません。ありがとうございます。まあ、よかったよかった。吉田さんもね、喜んで。あ、なんでか。まあでも本当にあの、はい、台風の方ね、気をつけてほしいですね。そう、二次災害とかあるかもしれない。まだまだね、気をつけてください。はい、それでですね、今日の放送内容を望月さんお願いします。はい、今晩の気バランはゲストにプロレスリングノアオフィシャルカメラマンでフォトグラファーの宮城和歌子さんをお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いします。女性ですよ。女性たまなんですね。そう、いつもね、ゲストが来るとね、はい、吉江さん何もやらないんですけど、宮城さんが来た時だけでね、飲み物を、はい、水とコーヒー2本買ってあげてた。すごいですね。もっちごめんね、おもてなしだ。そう、おもてなしだ。宮城さん多分狙われてますよ。いやいや、ないですよ。夜のレスリングで、それを気をつけた方がいいでしょって言ったら、宮城さんの顔を見て普通に、いや友達なんですけどね、宮城さんと、はいはいはい、僕はね、みやちゃんのことね、正直こう性の対象にならないんだよねって。まあまあ両方なんかどっちに転がっても失礼だから。クリーンな関係、クリーンな関係ですね。はい。モッチーが好きだよ。はい、まとまっちゃいました。はい、これだ。吉田さん、この曲が鳴ったらですね、ネタをやってもらうっていう一発ギャグお願いいたしますね。今日はそうですね、いらっしゃいますから、お客さんも。これは今日いつも見に来てくれてる吉田さんの大ファンのね。ありがとうございます。はい。じゃあ一発でやります。じゃあ、はい、じゃあアニマル浜口がお送りする、はい、気合いプロレスモノマネ。はい。デスマッチの帝王カクタスジャック。はい、ありがとうございます。はい、最後バウバウって言ってましたけども、はい、こういう人います。今日の、ラジオってどんな感じなんでしょうか、もっちさん、はい、改めてお願いいたします。はい、今日のメールテーマ、うん、はい、紹介いたします。はい、今晩のメールテーマは、はいはい、ヤフーは自社のランチなどに利用する社員食堂に、はい、揚げ物税を導入すると発表しました。揚げ物を一部値上げし、その値上げ分で魚料理を値下げするとしています。はい、理由として、社員がランチで脂質を取りすぎる傾向にあり、揚げ物料理を食べる社員が多いことを挙げています。魚料理の食数を増やして社員の健康増進を支援することを目指すとしています。ということで今晩のメールテーマです。
あなたが高いと思うランチ代はいくらか教えてください。あなたが高いと思うランチ代はいくらか教えてください。理由を添えてお願いします。これだけメールテーマが入ってこない SE ってあるんですか。あれ SE ですからね。あなたが高いと思うランチ代はいくらか教えてください。高い、うん、ありますけど、僕はね、さっきもね、本番前に変えましたけど、僕やっぱり結構気にす、そりゃやっぱ走ってるから、気にするんですよ。タンパク質も多く取らなきゃいけないですし、朝昼はきちっと炭水化物も取って、夜は少なめなんですけど、で大体仕事の合間だから、今日も走ってからね、仕事して終わって走ってここ来てるから、で大体コンビニにも買いに来るんですね。そうすると大体ね、だから1000円未満も、これおお、1000円未満で、だってだから、まずおかず一品、こう鍋みたいなやつでしょ、豚汁とか、その中にあと別でサラダチキン、で、あとは、必ず買うのが牛、低脂肪乳もしくは、豆乳、あとヨーグルト、あとオレンジジュース 100%、あとペリグリーチャムとフレッキーズとカルカンで、ちょっと今全然つまんなかった無理やり走る。なんかお前なんか、でもでもお前だけなんか変な顔するから勉強になります、ね、なんかちょっと無理やり入れてみました。そういうボケいいですね。おい、はい、でもまあ大体ね、そうすると大体ね、800円から900円ぐらいな。あ、それが猫さんの普段の、大体そのぐらい普段の昼食で、レストランレストランっていうか、レストランでどっか行くときは、ね、家族と一緒にね、行ったりするときとか、まあ、まあね、まあ、まあ、その時はあれですけど、大体なんかね、ちょっと時間あって、あと40キロ終わった後とかは、絶対もうステーキって決めてるんですよ。あ、そうなんですね。いっぱい食べなきゃいけないから。あ、そうね、あそこはいいですよ、フランス亭。あ、フランス亭ね、昔からね、老舗の。俺のステーキさん大好きなんですけど、値段ちょっと高いんですよ。いや、高いですよね。フランス亭って結構エソに比べて安いんですよ。ただフランス亭はオレンジジュースが 100% じゃないんですよ。ああそう、そこがね、ちょっと良くないんですよ。それはまあ持ち込みでもね。そうね、そこだけ。そこだけ。太郎ちゃんは何かあります？いくらぐらいですか？太郎ちゃんは最近、自分のこと太郎ちゃんって言うんじゃないよ。あ、すいません、癖が出ちゃいまして。えへ、最近ですね、アイドルか昔のお前は。あのね、あの週末は、もちろんね、僕はショーパブで浜松とかで営業行ってるんで、週末は大体うなぎ食べてるんですよ。もちろんそれはね、社長が怒ってくれますから。はい、そういいもん食ってね、もう 4,5 千円ぐらいするわけですから。僕は大盛りいいやつ頼むから、いつも。はい、もうた、ただ平日は最近あれです、僕Uberts、ウーバーイーツね。あ、ウーバーイーツ。イーバー、よく分かったな、俺も。イーバーウーツって言ってる。なんだよ、業界用語。ウーバーイーツ、ウーバーイーツ。そうそうそう、ウーバーイーツのあれをアプリも取ってんで、あれで、やっぱ選んで、まあ、パンチョのスパゲティだったりとか、まあ、たまに。いいの食べてるね。パンチョなんか安いですよ、700、800円ですから。いや、でも一つ、それいいじゃん。そうですか。あともちろんマグロナールドとか、あと2回とかしてたよ、バカにしてたよ、バカにしてたよ。うちのハンバーグ屋はマグロ 100% になっております。マグロナールド。あ、そのことだったんですね。うせえや。ただウーバーイーツが、あ、もう本当いろんな料理がある。魚肉 100% だ。あ、そう、間違いない。ブランクだ、ブランクだ、最近言ってないからね。はい、そうそう、だからもうワイオチもいろんなものがもう全部入ってるんで、ウーバーイーツ。ウーバーイーツでも配達代もかかるんじゃないの？俺頼んだことないんですけど。ただちょっと距離が遠いと、500何円とか360円なんですけど、近いところだと大体260円なんですよね。はい、配達料が。でも時々この日はこの日まで送料無料ですとか、1週間無料ですとか、クーポンがつきますとかで、そういう時に、あ、じゃあ遠いところでも配達してもらおうかなとか、まあカレーだ、インドカレーだったりね、そういうのそういうのを利用しながら今やってますけど。やってる。そういう、あ、じゃあ料理とかデリバリーですと同じですね。違うでしょ、別に。デリバリーね。あ、はい。結構、じゃあ1500円もかかるんですか？いや、かかるんですか。1000円以下でちゃんと収めてます。収めてる。はい、1000円このボディで。そうです。体重何キロあるの今？135マジカルです。
つまんない。マジカルって何ですか。すいません、タイがマジカルってことでね。はい、大体分かってます。マジで。吉江さんも。ああ、私はやっぱりですね、本当はワンコインとかでよく丼ぶりとか食ってたんですけど、500円ね。500円のがありましたね。あの昔僕天やってとかバイトしたもんですからね。天丼で。揚げ物ですよ。で、揚げ物うまいね。だけど、まあまかないでしょっちゅう食ってたんですけど、まあ買うようになればやっぱり500円ワンコインで。だけど最近ワンコインなかなか見つからないじゃないですか、うん、でワンコインでお腹いっぱいにならないんで、はい、まあ、弥生軒さん、はい、で5、600円定食頼んで、うん、ご飯3杯大盛りして、うん、大盛り、あの要するにおかわり中のところで、だからなるべく6、700円ぐらいで納めて一杯になると、うん、でもそれはちょっといい風に言ってますね。なんかあのランチ結構いいもの食べてるっていう話を聞いたんですけど、うん。No. それなんか、なんか芸人さんのなんかそういうなんかね、頑張ってご飯をいっぱい食ってなんとかお腹いっぱいにしてますって言ってますけど、うん、本当はもっといいもの食べてるんじゃないですか。いやうまいね、あけぼのステーキなんキャッツ、いや、あの普通に、いや、吉井さん、普通に喋ってください。今、別にいらない、今、振られるなと思って、今、またなんか、なんでダンディ坂野さんが降りてきたなんで急に今、憑依しちゃったんですけど、普通に喋ってください。あの、おかわりの、普通におかわりができるところで納めてます、600円、700円ぐらいで。あれ、いいですよ、だから、よく、僕、和波本舗って、これ、事務所なんですけど、ね、あそこ渋谷だから、はい、たくさんサラリーマンの方多いんですよ、はいはい、そうすると弁当屋がたくさん出てるから、そうするとか価格競争になってて、はい、弁当めちゃくちゃ安いんだよ、500円しないんだから、中華屋の前とかであるやつ450円とかだから、そうありますね、そういうところありますね。いや結構がっつり入ってるんだよ。まずかこの太郎ちゃんとか吉田さんとかでも大丈夫なぐらい、だってあの僕のスタッフの元関取の柳島さんが言ってましたね、輪島にスカウトされたこと、はい、そう横綱は輪島にスカウトされたんですよ、はい、はい、そう言ってて結構これ結構バッチリありますよ。ただだからそのバランスは取れないけどね、あれ中華屋のところ450円なんだけど、うん、ご飯大盛りで、で麻婆豆腐丼とか、ああ、そう、あとは別にサラダとかなんか買いに行けばいいだけじゃないですか、はいはい、安いよ、だから、うん、だからそういうなんかみんなが密集してるで、例えば、うん、なんですかね、有楽町とか多分そこら辺も弁当屋多分来てるし、移動弁当屋、あ、まあそういうところに働いてる人はね、いいですよね、うん、確かにそうですね。タロちゃんどこで働いてるんですか。いや浜松、はい、いや、あとはもう基本的に家にいるんで、いや、多分ウーバーイーツは全部この知ってました、携帯で全部あの配達ピックアップしますとか、あの黒い自転車に乗ってるみたいな感じが全部アプリにね、こう出てくるんですよ。だから僕ん家までこう来る、で時間も、あとそいつがその人がサボったら分かるんで、サボっても分かるし、マジで何分で着くっていうのも正確に分かるし、で今到着しましたって言ったら本当に到着してるんですよ。でそういう人も、名前も載ってて顔の写真もあるんですよ。だから大丈夫なように、危ない人が来ないというように、男の人だったり名前がこういう出てるんですよ全部。変な人ね、女のね、うん、人んち行けないもんね。一回活用してもいいかもしれないですよ。すっごい楽で、すごい便利で、でそのまま美味しいものが提供されるっていう。でも自分でさ、でもさ自分でお店に行って、はい、選ぶのが楽しい。選んでる時間が楽しいじゃん。ああ、買い物のやつだからね。携帯でこうやってメニューを探してるのも楽しいんですよ。いろんな料理がありますから、現代っ子なんだね、今日は何しようかなみたいな。でもほら、だってレンタル屋のさ、うん、あのアダルトコーナーに行ってさ、自分で探した方が楽しくない、ね、っていう、あの例えが全部下ネタっていうね、貧困な、すごい全部下ネタで、多いですか、うん、アダルトビデオ、ね、昔のね、エアセックスしたところが懐かしいですね、ロケさんのね、ネタでね、ネタでね。それをね、それをあの親が見に来てる単独ライブでやる、そうそうね、しかも場所が銀座ってね、うわいいね、頭おかしかったですね、調子に乗ってたんだ、いやいや面白かったですけどね、エアセックスでエアの女性に乗りながら調子に乗ってました、おおよろしくないよ、よろしくないですね、よろしくないんだよ、はい、ということでもう一度も N のテーマを言いたいと思います、はい、あなたが高い思うランチ代はおいくらか教えてくださいです、うん、理由を添えてぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、望月さん今回のインフォメーションお願いいたします。はい、今晩もメールテーマ以外にもゲストの宮城和歌子さんへの質問リクエスト、
そしてフィリピンで行われる東南アジア大会2019に出場する猫ひろしさんへのエールや MC たちへの質問、エール橋本、うん、リクエスト、指示などお待ちしています。スタジオに届くメールアドレスは半角文字で info@885fm.jp info@885fm.jp タイトルに猫ひろしまたは気バランと添えて送ってください。はい、この番組はビューティースマイルの協賛でお送りしています。レバーレバーパワーレバーパワーレバーパワーパワー。そしてこの放送は YouTube ライブ、パソコンではサイマルラジオ、スマホではリッスンラジオなどでもお楽しみいただけます。この後1曲お送りしますが、 YouTube ライブでは曲が流れませんので、ぜひサイマルラジオやリッスンラジオで合わせてお楽しみください。なおただいま先々週お越しになりました清水清隆選手から、そう格闘家のね、はい、そうモブスタイル東京の T シャツを、現在シュート元パン、元キングオブパンクラス、はい、 T シャツを1名様に、そして清水選手のサイン付きステッカーを2名様にプレゼントいたします。お願いします。ご希望の方はメールでタイトルにプレゼント希望と書きまして、うん、本文に住所、氏名、うん、電話番号、メールアドレスをご明記の上、info@885fm.jp までご応募ください。ください。締め切りは本日の放送終了後とさせていただきます。おなお当選は発送をもって返させていただきます。よろしくお願いします。あとあの MC たちのサイン付き帽子もあるみたいです。簡単にポーズ頼むよ皆さん、はい、我々ね MC ね、はい、猫ひろし、チェリー吉武、吉江つね、そしてね魔法使い太郎ちゃん、はい、はい、これでカールボッチさんが、大好きカンパニーさんっていうね人がサイン書いたら銀河系軍団ですから。いやすごいですよ、本当にこんなスターのね、揃い踏みのサインの帽子なんかなかなかないですよ。超貴重ですね。さて今何名ぐらい来てるんですか。かなり応募が殺到しましたね。応募ですか、はい、木村さん、なんか500人え5000人え、いや5人でも5人ってだけでありがたいですね。倍率がね、簡単に、うん、いや倍率がね、しかも5人全員桜ですからね違うわ、桜なんかよ、違うわ、ね、もうちゃんと、そうちゃんと書いてくれてます、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ごめんね、はい、それではですね、ここから番組のお知らせです。おはようございます、もちはい、来週10月23日の気バランは、うん、ゲストにハートフィットシンガーの酒井由香さんをお迎えしてお送りいたします。そうでございます。酒井さんは歌手の活動以外にも作詞家、役者、モデルなどをされていて、レインボータウン FM でも番組に出演したことがあるそうです。番組ではそんな宮城さん、酒井さんへの質問、リクエストなどもお待ちしています。アドレスは info@885fm.jp までお願いします。よろしくお願いいたします。あー、ということでね、まあ、まあ、ちょっと今日ね、まあ、あのテーマが食事ということで、よくやっぱ僕はあのランナーの人に聞かれるんです、どういうの食べてるんですかとか、ね、はいはい、レース前どうしてるんですかとか、はい、勝負飯、おお勝負飯、あの、ね、前まではもう決まってあのうなぎだったんです、前日。あ、そうなんですか。そう、うん、あのだからで海外ね、まああの何ですかね、海外の大会僕多いんで、その時はうなぎのパック買ってきて、それを温めてご飯に乗せて食べるとか、ね、わあいいですね。あと日本にいる時は、うん、あのちょっと油少なめの白焼きとかにしてたんですけど、でも、ね、やっぱそれでもやっぱり油が多いんで、最近はねもう、もうとにかく3日前から72時間で、あの体にこうパワー溜まるから3日前から炭水化物ばっかし食べるんですね。へえ、だからでね、もう基本はもう今はちょっとうなぎもやめて、ご飯、うん、まあパスタとかだけ、うん、であとおかずは鮭とかで、その時に一つ注意したいのが、生ものは絶対食べない、お腹壊しちゃうから。猫さんお腹弱いですからね、特に貧弱また弱いですから、本当にそうそうそう、あの小学6年生の女の子ぐらい弱い本当に弱いですよ、でもそれは本当に弱いんです。あ、確かに、うん、だからね、でも生物とか気をつけた方がいいですよ。うそう、だから生物が、まあ、まあ万が一がね、まあそれが新鮮だとしても、まあ万が一がありますからね。あとね、あのアジア大会ね、昔4年前に出たんですけど、その時にあの元公務員ランナーの、まあ日本で今一番有名なランナーで、あの川内君、川内選手、一緒になった食堂、そう、彼はね、あの前日にカレーライ、よくカレー食べるっていうのは有名だったんだけど、前日食べてたんだよね。油多いから大丈夫なのかな、カレーですか。
まあでもね、人それぞれあるから。でも、僕は逆にカレーは走り終わった後食べるんですよ。走り終わった後ってやっぱりきちっとケアが大切なんで、自分の体にフルマラソン走った後すごい疲れてるから。だからでも、もう胃がバカになってるんで、もう頭でいろいろ食べたいんですけど、食べれなくなる、年取ったらなおさら。その時にご飯とでもタンパク質もバランスよく取らなきゃいけないんで、具沢山のカレーがいいんですよ。要は流せるじゃないですか、カレーって。で、炭水化物もタンパク質も取れるんで、バランス、ね、その他に。そう、あとは、スノーモノじゃなくて、なんだっけ、あれ、なんていうの、スノーモノじゃなくて、スイカ、スイカじゃなくて、スイカじゃなくて、あ、ごめんなさい、煮物煮物出てこない、はいはい、煮物が出てこない。うせえな、走りすぎたら脳がバカになってんだよ今日も5クロは30クロはしてきたんだから仕事前と今日講演会で中学校で60分話してきたんですよ。だからでここでもう2時間ですよ、うん、しかも今日はね、講演会で、僕の講演会ってね、結構感動、ね、このなんで芸人がね、こうオリンピック狙うようになって、一回ロンドンオリンピックダメになって、なったけど頑張って、オリンピック行けたって、結構同世代の人とか泣くんですよ。中学校でもやって、結構拍手が起こって、終わった後に10分間学生にね質問したんですよ。はい。そしたらその質問が、猫さん身長何センチなんですかとか、身長何年生で止まったんだあいつらみんな身長のことしか聞かないですよ、俺の50分はね。だからね、今日疲れてるんですよ感動の池袋中学校さん、呼んでくれてありがとうございます。はい、はい、またね、行きますか。またね、行きたいですね。はい、じゃあね、今日はね、ゲストさん待ってるんでね、あ、おそろそろここで呼び込みもたいと思うんですけど、じゃあね、今日はここで一曲、宮城和歌子さんのリクエストでお送りしてる曲名は何でしょうか。はい、プロレスリングノア所属のレスラー丸藤直道選手の入場曲、ね、入場曲です、うん、ヒステリック。わっ、はい、お送りしている曲はプロレスリングノア所属のレスラー丸藤直道選手の入場曲ヒステリックです。あーね、かっこいいでございます、最高ですね。ということでゲストさん参りました、赤コーナー。ずっこー女性だからポンドとかなんかいろいろ言って失礼かなと思って、はい、ジェントルメンですから。はい、ということで本日のゲスト、プロレスリングノアの専属カメラマンでフォトグラファーの宮城和歌子さんです。よろしくお願いします。お邪魔します。シャッターチャンス、赤ちゃん、よろしくお願いいたします。それではですね、ちょっとプロフィールの方をこちらで用意しましたので、読ませていただきたいと思います。それでは本日のゲストのプロフィールの方、お願いします。はい、宮城和歌子さんは福岡県出身で、日本大学芸術学部写真学科在学中にプロレスの写真に興味を抱き、女性のリングカメラマンとなります。日大芸術学部、鉄&友さんの後輩だ。あ、そうです。はい、デスマッチ団体大日本プロレスでオフィシャルカメラマンを2年弱務めたほか、撮影したプロレス団体は15を超えます。多分もっと増えてると思います。はい、そして大学卒業時、プロレス試合の組写真で金丸重根賞を受賞されました。うわ、はい、誰ですか金丸。私もあんまよく知らないんですけど金丸って、あの議員さんの、あ、違う、違う、はい、なんかもらえるみたいな賞があって、はい、そして2008年1月には西麻布にてプロレス作品を集めた初の個展を行いました。すごい、これが集まるでしょうね。2018年にはプロレスリングノアを題材にした写真集、うん、ライブを発売と同時に、渋谷ギャラリールデコにて写真展、フォトザライブを行いました、そして今年はプロレスリングノアと初共同開催にて再び写真展、フォトザライブアンコールプラスを初の大阪、2度目の東京にてアンコール開催が決定しました。すごいね。アンコール、アンコール。はい、撮影だけにとどまらず、育成、写真イベント、写真を使用したプロダクト制作、販売など、多面的に活動されている宮城和歌子さんが本日のゲストです。よろしくお願いします。すごい人みたい、なんか読んでいただくと嬉しい、ありがとうございます。すごいね、すごい人ですから。すごいね、すごいっぽい感じ。すごい人ですよ。すごくないですけど、ただ残念なの
がね、吉江さんの知り合いだったっていう。そういうことですかね。いや、今長い知り合い。そこだけですよ、私は。ありがたいもんで。いや、まあ、すごい経歴見たらすげえもんで、びっくりこいちゃって。よっしゃ、知らなかったんですか。いや、こんな、そう、なんか、読めねえ漢字もいっぱいある、なんかわかんないけど、すげえ黒いっぱい。なんで群馬なまりで言ってるんですか。それではですね、ここからは、宮城和歌子さんのことについていろいろお伺いしたいことがあります。それでですね、吉江さんがここからは、はい、MC になっていただいて、ねほりはほり、ねほりはほり、まあ、お二人仲いいですけど、ちょっとね、普段聞けないようなこととかね。いや、緊張しますね、お土産みたいな感じですよね。違う、お土産だと思う。それは違いますよ。一線は越えないでください。一線もここにちゃんとシャッターが閉まってますからね。そうそうそう、チャンスだねってことね。はい、チャンスね。まあ今日じゃあ、代表させていただいて、で代表してですね、このじゃあ美人フォトグラファーのですね、なんで加藤か鶴太郎さんって、そうでございますね、なんで、吉井ちゃんのプッツンファイブでは、赤ちゃん、よろしくお願いします、いい、古いな、鶴ちゃんのプッツンファイブ、せい、ありがとうございます、じゃあ、赤ちゃん、いっちゃいましょうかね、あこれなんかですね、マッチでーす、黒柳さん、宮城さん、では、行きたいと思います。キューちゃん、おはよう、宮城ちゃん、始まんない、ごめんなさい、楽しくなっちゃって、ごめんなさい、ごめんなさい、ゲストさん、ごめんなさい、軽くじゃいきますけど、あこれ、すごい、最初のね、質問、軽くいきますけどね、僕、全然本当にね、写真とかど素人なんでございますけど、まずやっぱり先生もやってらっしゃるんで、写真のね、まあ、はい、表面やな、書いてねえんだよ、そんなこと、スマホの写真とですね、カメラの写真、やっぱり撮ってますけど、やっぱりカメラ、フィルダーね、撮ったと違いっていう、なんか、具体的なものがあったからね。違いね、はい、実はスマホで見る限りではほぼ分かんないと思います。え、ね、要はスマホ その画質が良くなってきてるから。そうです、そうです。スマホの画質が今 iPhone11 で1200万画素ぐらいなんですよ。カメラ3つついてるから。あ、そう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 、そう、三つ、まあ、でもあれ実際三つ必要かどうかって言ったら分かんないですけどね。ね、光覚は使いそうですけどね。そうそう、面倒くさくなっちゃうね、実際変えちゃうとね。あ、そうなの。そうそう、あ、そうかもしれない。なんか実際使ったことなんか分かんない。僕も分かんないですけど、多分そんな感じがする。雰囲気。そんな感じがするで言うなよ。そんな感じ。予想ではね。スティーブ・ジョブズの予選で謝れ、お前は。墓の前で謝りなさい。なんかさっきそれの質問があったんで、ちょっとネットで検索してたら、スマホの2200万画素のカメラと今最高画素数っていうのが1億万画素っていうのを持ってるカメラがあるんですけど、それと比べてで、どっちがどっちって言ったら多分ほぼ分かんない。プロの人が見ても分かんないんですか。分かんないです。こんなすげえんだ。だけどそれを壁一面に大きくするとかなったら人多分出る。ああ、そうそうそう。だからデジタルカメラあるじゃないですか、昔ちょっと流行った。はいはいはい、デジカメね。デジカメ、あ、ちっちゃい。あれがもう生産がもうほとんどやってないってことですよね。もうスマホが良すぎて、昔やっぱデジカメが流行ったじゃないですか、ちっちゃいやつ。それがもう必要ないってことですよね、もう携帯でそういう十分ってことは。そうですね、今はそう、あってももうちょっと大きくて性能も良くてレンズ性能も良くて値段もちょっと高めのハイパーコンデジって言われてるものが割と売れてます。じゃあ変なの、じゃあスマホでももう撮影できちゃう。あ、全然できますね。スマホで多分ポスター作ったりとか、スマホで撮った映画もね、あったりとかするんで、CM もスマホで。スマホを落としただけなのに。あ、映画知ってます。ほらほら、ああ、あれはスマホで撮ってないです。そうそうそう、あれはちょっと見たからあれ見に、ほらほら、娘がね、小学校3年生でホラーに興味あるんですよ。小学校3年生の子供でね、ホラー映画とか見に行かない方がいいよ。なんで、あ、出た、やだ、あ、何あれ、どういう意味、どういう意味、映画館でシッシッシッ、お父さんはダメダメダメ、怖い怖い、もう出てもいいで、ダメダメ、シェーッシェーッシェーッ、そんな感じですから。怖い、やで、あ、なるほど、違い分かんないんだ。分かんないですよ。僕もちょっと1個今度別の格好だからいいですか。これなんで、まあね、芸術学部行って多分最初からカメラとかそういうのに興味あったと思うんですけど、なんでプロレスだったんですか。いろいろ対象があるじゃないですか。確かにね、もともとすごい
あのプロレスも好きで、うん、写真はそこまでカメラマンになろうと思ってなかったんですけど、あの絵描き何にもなんか恋愛とかしかしなかったんですよ大学時代。バカなこと言ってんじゃねえよ。ヒューヒューだよ。そうなんですよ。恋愛してました。ヒューヒュー。じゃあなんであんた入ってくるの。入ってこない。いないでしょ。いないですね。そうです。で、そのさっき言った金丸シグネ賞っていう、まあ、最後に卒業の時に全員作品を出さなきゃいけないので、はい、それぐらいはちょっと頑張ろうと思って、はい、何を撮ろうかなって見てた時にプロレス見てたらカメラマンがいることに気づいて、あ、これをやりたい、ね、前の方で撮ってますよね。そうです。だから私あれやりたいっていうところからスタート。プロレスはもともと好きだったんですか。あ、好きでした。でも詳そんなにあの周りも詳しい人もいなかったんで、本当に連れて行かれるままにいろんなところを見に行ってみたいな。その時にどっか お気に入りの団体とかあったんですか。いや、お気に入りの団体を見つけるほどなんか知識がなかったんで、まあでも DDT さんとかやっぱすごい分かりやすかったんで。ああ、もうその時 DDT やってましたね。クラブアトム。あ、アトムやりますからね、はい、あの辺とか。あれ レスラーとなんか試合とかって、うん、ね、俺はお客さんしか見ないんですけど、リングサイドよく取れるな、そう、よく取れるなと思って、なんか取り方とかあるんですかね。あれは試合を、うん、ね、あー、真面目に今あれですね、吉江さん、はい、プロレスの話するとき全然面白くないですよね。いや、あれ僕あの普段ふざけんのに、ええ、まあ、プロレスのときだけすげえしっかり喋れる。それやっぱりね、タイガーマスクから好きだからね。やっぱ好きな気持ちが出ちゃうね。カメラマンね、危ないからね。そう、危ないんで。で、何でしたっけ。大変ですよ。どうやって、あの、耳を澄ませる、音を聞く、音を聞く。音とカメラ関係あるんですか。関係、あの要は四方八方に場外とかも静止が来ると見てられないから、ね、こっちばっかり注目すると後ろから来る可能性もあるので、耳を足音とかそういう気配とかを、マジか、あと両目をなるべく、じゃあ気配で、あ、これなんかいい音だった時にパンパン、あ、そうそう、あ、なんかガシャン、あ、こっち来たなみたいな、あ、そうそう、なんかチャンスだみたいな。じゃあ逆にその被害受けたことあります。あります、あります、全然あります。はい、あのぶつかっちゃったりとか、ダンプ松本に市内で追っかけられたとか。レザーフェイスに、あ、チェーンソーね、チェーンソーで、こうなったんだね。そういうのないんだ。あ、でもあの新日本のランス・アーチャー選手っていう方に入場の時に頭から水ビャーってかけられました。入場してきた時、いや、僕もありますよ。ただ僕見に行っただけなのに、帽子かぶってたら場外に来た鈴木みのる選手に帽子投げられたんですよ。向かってきたんですけど、顔めっちゃ怖いから、何も言えなかったんですよ。でもそれはあの、怖い、ね、やっぱ美味しいかなと思ってやってるんですよね、みのるさん。怖かった。怖いよ、怖いよ、すごい優しいですよね。ちょっと怖い。いや、なんかそんな感じがします。絶対そんなことない。また想像。いいね、じゃあ次の質問。ちょっとね、僕はまだもうプロレス好きなんで聞いちゃうんですけど、ノアさんのね、オフィシャルカメラマンってことで、ノアさんも今いろんな選手いますけど、なんかやっぱりこう女性じゃなくてカメラマンとしてですけど、なんか期待する選手はっています？は、ノア、まあ、もちろんね、ノアの選手はみんな推したいんですけど、本当に、まあ、今一番多分伸び盛りなのは、若手の稲村選手。あ、知ってる。この間、藤田さんと、あ、そうです、そうです、はい、シングル大阪で、はい、シングルですね、負けちゃったけど、今後なんか25歳なんですけど、未だに成長してるらしいですよ。え、身長が、そう、羨ましい。そうで、なんか稲村選手のお父さんって、メルカリとかで売ってくれないですから、身長買いました、僕。そう、お父さんが稲村選手より大きいんですって。え、めちゃくちゃ大きいですって。稲村選手はちなみに何センチぐらいあるんですか。180あるかなぐらいか。じゃあちょうど太郎ちゃんぐらい。太郎ちゃんと同じぐらい。でも確かに、あ、分厚さみとかも似てるかも。まあ、こっちはただのデブですけど。太郎ちゃんの方が分厚いからね。プロレスやったらいいのに、こんな高い体してるんだ。意外と動けるデブなんですけどね。昔和波本舗がゼロワンさんとかすごい仲良くて、あ、てか僕がよく地方公演でよくネタやらせてもらったんですよ。その時ついたマネージャーさんで、なんか三代さんって人がいるんですけど、僕のマネージャーが、はいはいはい、足がですね、その人リアルに30センチあるんですよ。そしたら、打ち上げの時に靴脱ぐじゃないですか。そしたらレスラーの人でかって言って、そしたらその大きい沖田さん、はいはいはい、マネージャーなんですかね、ゼロワンの、はい、ちょっとすいません、猫さん、このマネージャーさんの靴隠しといてもらっていいですかって。他のお客さんが見た時、レスラーより大きいと、ちょっとこっちも商売上がったり。マジですか。すげえ。
で僕あの外に投げときましたから、はあ、で時々いますよねそういう怪人みたいな人。でもいてもねプロレスラーさんやっぱでも、まあ、でかくて強いです、まあ、熱いでもな、もう身長も熱いしすごいですからね、うん、プロレス語ってたら ね、 って一日あっという間になっちゃうからたまんない ね、 ね、ま、ね若い子をねあの相手しながらプロスの話最高でございますけれども、何してんの、そんなに若くないこの短期間でちょっと酔っ払いました。お酒飲んでたってちょっと、もうね若ちゃん酔っ払っちゃうんですよ。あ、じゃあちょやっぱりだけど、まあプロスの話もなんですけども、はい、まあいろんなね、うん、まあカメラマンさんの仕事されてますけどね、はいはいはい、まあなんかいろんな経験してますけど、一生なんかね思い出深い出来事というか、なんかありますか。これはね、うん、あのまあ、プロレスの話さんざしといてなんなんですけど、はい、私もついにあの皇后様に、あ、上皇后様に撮影したんですよ。え、美智子様。あ、そうです、そうです。まだあの変わられる前なんで、皇后様にたどり着きまして、はい、撮影をしたことがあります。美智子さん、美智子さんよ、美智子さん。違う、やめろやめろ、触っちゃダメだから、触っちゃダメ。今、よしこさんで振ったあ、まり、あ、あ、みそで、よしこさんよ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 、それすごいですね、すごい、なんかあの、いらっしゃる、皇后様があの音楽会にいらっしゃるっていうところで、その音楽会を訪問している姿を撮りますみたいなこと で、うん、であの来てる一般の方もいて、はい、一般の方知らなくて、はい、でももう入られる前から SP がすごい人数がブワーって入ってきて、まあ、でしょうね。でもみんなまさかいらっしゃると思わない、誰が来るんだろうねなんて言ってたら、もう美智子さんでもうすごかったです。会場がもうオレンジ色のなんか暖かい、わーみたいな、なんか幸せな空間に、すごいなんかすごい視点でそこで任されるって。そうなんですよ。確かに。なんかその調査みたいなのされなかったんですか。あ、ね、あるでしょ、やばいですよね、多少ある、あるって聞く。そうなんだ。でもまあ、あのその1対1ではなかったっていうのもあったので。吉江さんなんか絶対ダメだよ。あ、ダメですか、うん、会いたいね。会いたいねじゃない、会いたい、吉江さんの会いたいなんか違う意味なんじゃない。だめ、吉田さんとか多分だから、その調査されたら絶対アウトだから。ほら、ダメだ、ユニットでうんこちんこなんかやってるとかダメだから。え、多分好きだと思うんですけどね。好きじゃねえよ。好きじゃないよ。好きじゃないよ。そうか。じゃあ次。あ、そうですよね。あ、ちょっとだけど、まあ、あの先生もねされてるんですけど、はい、なんか、うん、ね、すごいいろんな写真教えてる。あ、そうなんですよ。写真、プラクティカルフォト認定講座っていうところの監修をやってて。うん、はい、写真講座も篠山紀信じゃないですか。違います、違います、はい、すごいですね。例えばだけあの僕なんか素人ですけど、はい、なんかこういうこれから目指そうっていう人なんか噛んだりやってきます、なんかいろんなのカメラマンさんね、今ね、いっぱいいるけど、カメラマン、これから何だったの吉田さん、今なんかあの温泉に浸かってるんですか。いや、すごい草津温泉みたいですよ、これ。すみません、何よ、何よ、何よ、温泉 MC、 何それ。だからカメラマンさんって、そうあの写真のその、あの教えるって、うん、あのそのセンスなのか努力なのか、あ、なんかそういう、それ言いたかった、それ全然努力ですね、うん、あ、努力で、もちろん努力です。努力、どういう努力がいるんですか、人よりたくさん撮るとか、好奇心とか、うん、まあ、人よりたくさん撮るのもそうです。もう撮った人が間違いなく上手くなるので、まあ、うちプロ養成講座じゃなくてアマチュアなんですけど、うん、でもプロ顔向けの人もいるんですけど、うん、あと細かくなること、繊細になることっていう、うん、そうですね、俺も撮りたいな。そんな接戦グッドですね。おや、いい監督ですね。全裸監督ですね。あ、そうだ、私今日持ってきたんでちょっと撮りたいなと思って。何これ、何これ、でかい。最近唯一無二で、あのインスタントカメラを持ち歩いてるんで、うん、でかい、おしゃれなのに撮りたいなって、やりながら、そうそうそう、あ、自然の方、自然の方がいいね。自然の方、いや、昔の映るんですか比べたらでかくなりましたね。でかい、こんなでかくなっちゃダメなんだ、時代が反応してる。うん、これ出てくるまでがね、うん、また楽しかった。そうなんですよね、振るだけってね、うん、でもこれ実際あの振る意味があるのかって言ったらね、どうなんかな、いいですね。これ振る意味あるんですけど、よくインスタントカメラ。あ、ないです。あ、ないんだ。ない、温め、要はこうやって温める、温めるの。でもまあいいけど、でも温めて、あ、わけでやばい、ナイス、すいません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 、若さんのね、脇が、若さの脇の匂いが、若さゆえ、何よ、ミネラル、出た、最高だよ。あのね、
っちでね、若さん、あ、そうそうそう、あ、そうです、渋谷の写真展、うん、あ、そうなんです、そうなんです、今月、そうなんです、10月29日から11月3日まで、うん、さっきのプロフィールで読んでいただきましたけれども、うん、プロレスリングノアを、去年やったものも含めてまた新しい、うん、去年からの1年間の新しいものを増やして、渋谷のギャラリールデコという駅からあの恵比寿の方に、ま、あの歩いていただいて、うん、明治通り沿いにあるんですけれども、そこの5階で、行います、はい、入場料300円なんですけど、選手の缶バッジ好きなの選べるっていうのがあります、はい、誰でも好きなの選べますっていうのがあるので、まあ、プロレスファンの人に、ね、これ多いですからね、あ、もう来てほしいですね、うん、まあ、ノアだけじゃなくてなんか、うん、ね、あの他の団体のファンの方とかも来ていただきたいなって、いろんなノアの選手だけじゃなくていろんな、あ、いや、そこはそこはもう限定、はい、ノアの、3、4年間ぐらいですかね、170点ぐらいは飾ってると思います、写真、はい、ノアさん暑いですからね、来ていただきたい、ね、本当にいい写真、去年ね、5日間で800人来ていただいた、めっちゃ多いじゃないですか、そうなんですよ、で今年は100くれ私のお客さんじゃない、ノアのね、お客さんそうなんで、ちょっと今年はね、うん、初の4桁に行けたらなと思って、いや行きたいですよね、これホームページとかでも、あ、何で検索すればいいんですか、ツイッターが一番よくて、タイトルのフォトザライブ、ツイッターダメかな、ツイッターやってないですね、僕サイトもあります、あのフォトザライブですね、フォトザライブ、フォトザライブ、フォトザライブで検索してくれれば、はい、ます、出てきま す, いいす、ね、よろしく、あとノア写真展とかでも出てくると思います、ノア写真展、これ11月3日までってことは、あの11月2日にノアさんが両国でやるんですよ、あ、そうなんです、それはしごもできるんですか、そうできるんですよ、でね、こりゃすげえや、7年ぶりの両国大会開催、そう、ノアさんもすごいですよ、うん、はい、こりゃいい、はしごしていただきたいです、ね、たまんないですよ、おじさんちょっと静かにしてますじゃ あ, あのちょっとメールが来てるんでね、ちょっと読んでいきたいと思います、え、まずはこちらです、ラジオネームサントさんから、はい、皆様ワンバンコ、プロレスリングノアから西口プロレスまで被写体の身分に差をつけない立派なカメラマン宮城さんに質問です、うん、被写体として楽しい取り甲斐のある人間ってどんな方ですか、猫さん、太郎ちゃん、よしえ兄さんだとどなたを被写体にしたいとかありますか、全員フォトジェニックですよ、本当に、あ、でも猫さん撮ってみたいし、太郎、あ、でも全員絵が見えますね、もうこういう風にして、もうかなりアスリート風、アスリート、映え、インスタ映え、ゼンラ、なんか、なんでゼンラ、ブブカみたいな感じでいろんな、なんか街中で変なことしてるみたいなのが面白いと思う、うん、フーリガンみたいな、フーリガン、あ、そうですね、際どいやつを撮ったら面白いかな、うわー、いいね、嬉しいです、はい、続いて、八王子の先生です、本日のメールテーマ、それは8000円かな、東山動物園のコアラ7頭の年間食事代が5600万円だから、コアラ1頭あたり800万円、コアラ、え、コアラ、え、コアラ、コアラって書いてありますね、コアラってそんな食べるの、コアラ、はい、そんな食べるんですか、1日にすると2万1000円だからランチ1食にすると7000円、これに負けるわけにはいかないでしょう、それではまた来週、じゃあコアラの食品にドン引きしてる、はい、コアラ、おったまげ、あれユーカリの葉でしたっけ食べる、あ、そう、あ、そんな感じですよね、ユーカリの葉、確かにそれが高いのかな、高いんですかね、ちゃんと調べたことないで、私たちコアライカですよ、コアライカですよ、全員どうもコアライカです、ちなみに若さんはだいたいどのぐらいから高くなりますか、普通にもう普通に食べるんだったら800円くらいじゃないですか、あ、まあ、妥当ですね、コンビニとか、はい、ーラーメンでもだいたい800円だったらね、あ、そうですね、ラーメン高くなりましたからね、ちょっとね、コアラすげえなコアってまで行った、はい、続いては、はい、こんばんは、21世紀の映画スターです、うん、映画スターの私が高いと思うランチ代は3万円以上ですな、普段は叙々苑で優雅なランチを楽しんでいるので細かいお金など気にしません、うん、ですがあえて言うならば、いい、注意力3万にならない、注意力3万にならないようにということで3万円ということですな、それでは皆さんさよなら、さよなら、さよなら、わっはっは、嬉しい、映画スターですよ、映画スターですよ、これ今ね、横須賀歌丸さんと地下芸人のね、横須賀歌丸さんがなんと主役の東京アディオスっていうね、今結構話題になってる映画、池袋の映画館でね、やってるんですけど、今まさに2週間なんでね、あと1週間ぐらいなんで、監督、そう、監督が、あれ女王の教室とかね、記載の、あの、そう、大塚さんっていう、僕も大、すごいお世話になってて、本当に映画見たんですけど、
度肝抜かれます。いいですね。絶対見た方がいいです。あ、行こう行こう行こう。チャンスさんとかいっぱい知ってる、いっぱい出てる。あ、本当知ってる人いっぱい出てる。いっぱい出てる。そう、なんか昔のあの爆裂都市とかそういう映画の匂いがするんですよね。そう、ぜひね、あの、あ、ちょっとなんでね、行ってみてください。で、それの出てる柴田容疑者さん、名前引いてる、はい、名前がそう、名前が柴田容疑者だったから、あの日テレでみんなでダンスの練習した時に柴田容疑者さんが遅れてきたんですよ。じゃあ、あの柴田容疑者ですって言ったら中入れてもらえなかった、ね、そりゃそうだろうって、はい、じゃあもう一個だけ、はい、はい、横浜のウッシーです。ウッシー、猫ちゃん、スタジオの皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さん、台風の影響は大丈夫でしたか？今日のメールテーマですが、あなたが高いと思うランチ代は、サラリーマンなので1000円からですね。従業員が何千人もいるので社員食堂はいっぱいで、外の配達のお弁当屋さんのランチです。会社の補助があるので1回250円しか払ってないので1000円からは高いと感じます。遊びの時は美味しければあまり気にしません。まあね、ということです。はい、あ、でこれじゃあ1000補助が出るから、はい、だから800円、そうですね、750円分出るってことなんだ。1回250円しか、あ、超いいじゃん。めちゃくちゃいいですね。どこの会社？食べに行こうかな。はい、じゃあですね、ちょっとね、あの、ここで時間が来てしまったので、一回来週のメールテーマをここで、あ、はい、お願いします。何でしょう、サクサクっと。はい、来週のメールテーマは、あなたが、時間が経つのは遅いなと思うときはどんなときか教えてください。あなたが時間が経つのは遅いなと思うときはどんなときか教えてください。早いからね、年取ってからね、仕事をしてるときや病院の待合室にいるとき、冬の日に電車の始発を待ってるときなどなど、皆さんが遅いと思うことを教えてください。はい、それ、僕来週休みです。あ、はい、そうだそうなんです。出稼ぎ、はい、出ないよ。猫さん休みのときどうするんですか？あ、あの、はい、放送事故みたいなラジオに。まあまあ僕がいても放送事故なんですけど、まあ一人でびっくりして、そうそうそう、大変なラジオ。まあね、あれでもね、ちょっと時間が来て、これで宮城さん、はい、最後なんです、はい、どうでした今日このあんまりアピールできました？あ、もうでもお話しさせていただいて、 あとなんか意外と稲村選手とか名前も皆さん知ってたりとかしたんで、大好きですよ。もう、あの、一緒にね、これからも感動しました。藤田選手がね、これ乱入してきた時にこうやってバーッとぶつかってね、絶対エースなんでしょうね。もう一度じゃあ最後の告知だけもう一回、ね、はい、うん、10月29日から11月3日までフォトザライブアンコールプラス東京ですね、うん、で、11月2日、その開催期間中の11月2日はの7年ぶりの、両国国技館大会がありますの で、うん、両国の前に写真展を行かれても OK です、うん、はい、という感じで写真展と、ノアの両国大会両方楽しんでいただければと思います、うん、はい、ありがとうございます。本日のゲストは宮城和歌子さんでした。ありがとうございました。シャッターチャンス、来週もぜひ聞いてくださいね。シャッターチャンス、和歌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 、